デイ、どうもー、デオシアでーす。さあ、今日なんですけども、まあ、見ていただいたら分かるんですけど、料理でございます。自分でボロネーゼの味を想像しながらスーパーに買い物行ってそのまま作るっていう、あの我流でっていうのをあの動画投稿したんですけど、まあね、ひどくはなかったんですよ、正直味は。ただ、まあ、その段取りはまあひどいもんで、自分で料理できる男子になりたいなって思ったんですよ。自分で我流じゃこれ無理だなと、まあだろうなと思ってると思いますけど、我流じゃ無理だなと思いまして、なんかイタリアンのなんかレシピとか教えてくださる方とかすごい人いないかなって言ったら、いたんだよね、すごい人が。ちゃんと今日は誰もがこの動画を見たら家でその同じパスタだったりを作れるっていう、あのちゃんとねレベルで、だけども手の込んで美味しいものっていう風に、あのそのシェフがレシピを考えてきてくださったんで、じゃあちょっとね早速習いますか。じゃあお願いします。こんにちは、落合シェフでございます。今日ありがとうございます。いや、お久しぶりです。あの元気です。あの母親もね一回お邪魔しまして、はい、お母様で、あのラベットラ銀座の方に僕はあの家族とかでお邪魔するんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。本当に本当にめちゃくちゃ美味しい。今日この動画見た方は、はい、今日の落合シェフのやり方で作ればある程度近しいものは作れて美味しい。もう見た目も本格的だし、はい、味も本格的、はい、で売ってるものは全部スーパーでそういう。おお、すげえ、はい、マジか。スーパーシェフ、スーパー、スーパーだけ、スーパーだけで、ね、こういう方なんですよ、落合シェフ。このままなんですよ。じゃあちょっと早速なんですけど、はい、今日ボロネーゼですね、はい、やりましょう。ちょっと教えてもらってもいいですか。はい、はい、今日の材料をご紹介いたします。市販のハンバーグ 200g くらい、玉ねぎ1/2個、マッシュルーム1パック、セロリ 10cm くらい、ニンニク1粒、赤ワイン 80ml、 トマトジュース 300ml、 ローリエ1枚、パルメザンチーズ 30g、 バター 10g、 オリーブオイル大さじ3、塩コショウ適量、スパゲッティ 160g。でも一瞬でスーパーで揃えますもんね、全部ね。全部揃えますけど、うん、はい、でまずニンニクを粗いみじん切り、はい、ちょっと手切んないね、はい、これ潰してください。こうやって、うんうんうん、まず簡単に潰れるでしょ、はい、潰れたらこれも切ればもうみじん切りです、ほら。へえ。潰れたの切れば、はい、これ粗みじん。なるほどなるほど。これ玉ねぎ半分ね、はい、はい、結構プロっぽいでしょ。いや、もうプロ中のプロなんで。ちょっと自分の包丁使っていい？もちろんです、もちろんです。え、みじん切り、そんな簡単にみじん入れるんですか？そうそう、みじん入れる。みじん入れるっていう。うん、みじん入れる。何こう、なんていうんですか、プロっぽいみじん切りいらないですよ。はいはいはい、はい。ざっくりみじん。ほら、こんな感じ。なるほど。もうできた。これざっくりみじん。はい、で、セロリ。はい。これはね、ちょっとこう、パンと立て。叩くんですね。叩いて割って、ニンニク同様。うん。これほら、みんなほらよく筋切るじゃないですか。はいはいはい、剥いたりするじゃないですか。はい、もういらない筋断ち切るから、なんでかって、ほらこうやって筋切られちゃうから。ああ、なるほど。だ全然筋残んない。いい？はい、ちょっと叩いて。これパーでバツバツの、うん。バンバンって叩いて。そう、叩、あ、そうそう。はい、その方がやりやすいです。はい、で、まあそれでもいいや。それでもいい。こうでいいですか？うん。で、どうするんですかこれ？それ切っちゃって。はい。え、こうでいいですか？うん。適当でいいですか、こんなに。まあ、適当で、あとでやればいいから、まあ、まあ、この辺まで来たら、ちょっとまあ粗いかなって思ったら、はい、ちょっとこうやってか。ああ、なるほど、なるほど。もうほぼ、向こうとほぼ同じで、ほぼ。こういうじゃん。あ、これ楽ですね。ね、だからもう料理が最も下手な男がやってるっていうので、みんなできると思う。いい？こんぐらいいいですか？いや、もうバッチリ。もういいです。これ楽っすね。マッシュルームどうですか？これはね、手越しはやりやすいと思う。はい、まず一発ね、はい、手で潰すんですから。あ、全部潰すんですね。うん、そうするとほら、切りやすいじゃん、この。はあ、なるほど。これ全部やってみて。はい、混ざっていいですから、全然。はい、これもう、はい、はい。もう最初にもうそうやって切っちゃって、はい、そう、置いちゃっていいですよ、はい。炒めると結構ね、コクが出るんですよ。へー、味が、香りと。はい、で、あとちょっと大きくても、はい、出来上がってからこれなんか肉のような食感になるんですよ。へー。
だからすごくいいよ。このままですね。全然 OK よ。これも早いですね。うん、それも早いでしょ。はい。一個一個こうスライスしてやるより、はい、これは本邦初公開。嘘じゃない、本当に嬉しい。だって今日のために考えてレシピ。すごいですね、うん、超嬉しい。このままでいいですか。もう全然 OK、はい。うん、まあ、ちょっとあれだったらこうやって、はい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 、こんな感じですよ、はい、これ全部一緒でいいですから、はい、そして離せばつきますね。強火です。強火ですね、はい、僕がストップって言われて、はい、オリゴイルジャーって言って、うん、はい、OK、はい、ここ一番この辺が大事です、はい、これちょっと気合い入れましょう、はい、今強火です、はい、でここをちょっと見ておいてください、はい、このニンニクを、はい、ニンニクから必ずプツプツってニンニクが言ってきます、はい、でここで、うん、あのほっとくと焦げますから、はい、ちょっとこう少しだけねこう混ぜてあげる。なるほど、はい、ちょっと火が強いなと思ったらこれ火加減っていうのがね料理一番大事なんですよ、はい、強弱、はい、今中火ぐらいですね。中火です、はい、ちょっといい香りしてきてるはずです。はい、めっちゃいい匂いです。そしたらあれ全部入れちゃった。これ全部入れていい。一気に、えいっていきますよ。はい、せーの、ドン、ドンって入れて、全部入れて、はい、そしたらちょっと一回だけ混ぜましょう、軽く一、はい、回軽く混ぜましょう、全体を。はい、簡単に全体をニンニクが下だと焦げちゃうんで、はい、ニンニクはちょっと上にやるような感じで、で、これ全体広げる、はい、広げたら、さっき中火に落としましたよね、はい、それを強火にしてください。強火にします。一番右に回してください。はい、OK です。強火です。で、待ちです。ま、待ちなんですね。触らない。もういい香りなんだけど。いいでしょ。はい、もうこれで、はい、いや、これなんですよ、コツ。本当にこの香りなの。触っちゃうと、はい、お鍋が冷めるから、はい、野菜の水分が出る。なるほどなるほど。そうすると炒まらないんですよ。でもここですいません、もう一個切るものがあります。はい、これハンバーグ、はい、刻んでください。どのぐらいでいけばいいですか。一つ5ミリ角くらい。こんなもんでいいですか。まあ、もう適当に切っちゃっていいです。もういいですよ、ゴンゴン切ってください。だってもうこれ普通のね、だからあの市販の、はい、さっき袋から出したばっかり。はい、ハンバーグは何に使うかってどういうこと。ハンバーグ何に切ってるか今どういうこと。それ何使うんだろうって思わないですか。そんなことない。いやいや、え、パスタのひき肉じゃないの。いや、そうなんですけど、このひき肉じゃないですかっていう感じなんですか。お前な、俺ね、知識がゼロすぎて、はい、分からんだよ。あ、多分普通の人が疑問なところにか疑問がないんだよ。普通ひき肉使うんだよ。あ、そうよね。俺前回はひき肉買ったよ。いいですよ、ひき肉でも、はい、でもこの方がほら、失敗がないから、はいはいはい、誰がで早くできるんだよ。なるほど。俺何にも2人触ってないじゃない、はい、だけどほら焦げないのさ、そんなに。ほら、へぇ、これ強火だよ、家庭の火の強火、はい、香りいいでしょ、だってこれ。あー、最高最高っすね。ね、これでもね、あのちょっとノウハウで言うとね、イタリア料理の煮込みではこれソフリットって言うんですよ、はい、へぇ、ミートソースだから煮込みでしょ、はい、煮込みにはこの玉ねぎとセロリと、まあ人参入れたりするんですけど、はいはい、まあ、キノコは最高ね、うんうんうん、入れていった。これよく炒めるとこれが煮込みの元なんです、うん、へー、これから出汁が出る。へー、ほらちょっとほら見て見て、このちょっとプロっぽいでしょ、はい、いやプロ中のプロなんですよ、うん、さあもうここまで来てもうほらいい匂い、いい香り、はい、最高です。これ全部入れてください。あ、これもいっちゃっていいですか。はい、これ入れて、これでザーッとこれで入れちゃってください。じゃあいきまーす。はい、ここもこの強火ですよ、はい、最後まで強火ですよ、この辺は。はい、 OK、 はい、いいですか。ニンニクのとこだけですね、一回中火にした。そうです、ニンニクだけ焦げないように中火にしましたけど、はい、でこれ入れたら全体こう混ぜます。はい、でちょっと粗いかなと思ったらこうやって崩してやってください。これ、ああ、そんな適当にいいですね。だってお家だからね。はい、はい、これを持ってください。これは赤ワインですね。赤ワインです。はい、赤ワインいきます。はい、いいですね、はい、でこの音を聞いてください、はい、音、ここから音、はい、今ワイン入っても入った瞬間から沸いてるじゃないですか、はい、これがいいんです。ここで弱火にしとくとワインが入れた瞬間にシュンとしちゃうと、なるほど、あんまり弱いんじゃないのが吸っちゃってあんまりこう酸っぱくなっちゃったりするんですよ。ナットセイゴさん、これです。バジルですか。バジルじゃない、これはね、ローリエです。ローリエ、うん、ちょっとこれ匂い感ないですけど、何の匂いもしないんですよ。で、鼻の前で破いて、そこで鼻に当てたまま破いて、おお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 お
なんで変わったか、そう、水分が飛んだから。はい、なるほど。これ大事なんですよ、これが、はい、この音が、はい、ここであんまりこのパチパチになる前に次の仕事になっちゃうと、はい、なんかあまり高くないワインの味が残っちゃう。なあ、へえー、で、これは、はい、トマトジュース。トマトジュースです。トマトジュース、あの、もう無塩のやつです。はい、入れてください。いきまーす。ガーッて入れていいですよ、一発ガーンって入れていいです。で、もったいないと思ったら、ここに少しお水入れて、はい、なるほど、お水を少し、まあ、こんなもんですね。はい、ちょっとゆすいであげて、うん、なんでトマトジュースがいいかっていうと、よく僕たちはトマトの缶詰使うんですよ。はいはいはい。トマトの缶詰ってご家庭だと、あの、なんかちょっと残っちゃったとか、はい、あの、足りないからもう一缶開けようかっていう時にちょっと躊躇するじゃないですか、はい、トマトジュースだったら別に、あ、足りない、もうちょっと入れようかって。ああ、なるほど。残った、じゃあ飲もう、はい、トマトジュースでいいんですね。いいです。これお塩です。はい、あ、いいね、いい。こんぐらいですね、こんぐらいの量入りますよ。はい、はい、あ、オッケー。もう多分これ塩はそれでいいと思う。それでね、ここでお鍋の中もう一回見よう。お鍋の中 見ようって言うと、ほら、はい、見えないよね、はい、そこ、はい、これがね、見えるようになるんですよ。見えるようになったら、はい、おソース出来上がり。へぇー、もうこれ出来上がるんですか。簡単な人だから、はい、いや、見えるようになったら出来上がりなんですよ。へぇー。で、これほら、今強火ね、はい、だけど、まあここまで来たら、これちょっと中火にしよう。なるほど。ここは煮込みは中火、はい。で、ここまで来たら多分ね、あと5、6分です。これで、ま、全然もう、ま、待ちでいいんですか。待ちです。で、あとこの胡椒が入るんですけど、はい、胡椒は最後でいいです。へー。で、塩は最初なのに、これお好みです。これお砂糖、砂糖、はい、あの、お子様なんか食べるとき、ちょっと甘いのが好きっていう方もいるかもしれないじゃないですか、はい、小さじにやっぱり同じくらいし、はい、砂糖、はい、パラパラって入れて、はい、あの、蜂蜜もいいですね。なるほど、蜂蜜か砂糖。はい、で、ここでパスタです。はい、あ、そうか、うん、そうで、ここに3リットルの水と、ここに36グラムの塩、はい、ということは1リットルに12グラム、はい、1.2%、はい、結構しょっぱいです。本来は1リットルにつき12グラム。あの、これはね、あの、諸説あります。そのシェフによって10グラムっていう人もいれば、はい、15グラムっていう人もいます。なるほど。入れてください。こんぐらいの塩分、塩度でいいですね。そうですね、あの、1リットルに12グラムって覚えてください。はい、ちょっと混ぜてください、それを。はい、手麦とかそうめんとかうどんとか召し上がるでしょ、はいはい、あれはね、全部これに塩が入ってるんですよ。なるほど、パスタは入ってない、入ってないんですよ。なるほど。お乳ですね、はい、乳をちょっとこう、ここに。え、どういうことこれ。いや、ちょっとね、まあまあ、どうってもこのままやんないんだから、はい、何かこうやってやると、ああ、なるほどなってこう感じですよ。あの、パスタをちょっと見てほしいの。はい、あ、引っ掛けてってことですか。うんうん、いや、これだから箸でもいいのよ。はい、もう一度やると、ほら、引っ掛かって、ほら、あ、まだ全然ゆだってない。この硬さ分かりますよね。あ、温度がね、これがゆだってくると、だんだんこうくっついてくるんですよ、両方。なるほど。その辺で、あ、ちょっともうそろそろ味見なきゃいけないんじゃないかっていう。うーん、あ、当然測ればいいんですけど、はい、時間ってね、パスタ茹でるの袋にみんな書いてあるじゃないですか、はい、多分5分、6分、7分、8分って書いてあるとか、はい、それは本当に、あの、一番おいしい茹で時間書いてありますから、はい、一番おいしい茹で時間で揚げて入れる、うん、はい、混ぜる、はい、盛る、食べる、はい、と揚げてから食べるのは多分3、4分かかる、はい、かかりますね。その間の余熱で、はい、一番いい感じで揚げたのに、食べるときは緩くなっちゃうんです。なるほど。で、僕たちは、ね、そう、いつもだから6分って書いてあると、はい、僕たち、はい、まあ、もう5分だよ。なるほど。その後の時間も計算してるってことですね。混ぜ混ぜして、あの、盛り付けて、おい、持ってってくれって、やっぱり、おい、はい、誰かいないかってやってるじゃないですか。はいはいはい、で、お客様のとこ行っても、お客様すぐ食べないわけですよ。うんうんうん、だから1分くらい手前で揚げておくと、ちょうどお客様が召し上がるときに、はい、アルデンテ。へぇー、そうなんだ。うん、ちょっとこっち、そろそろ見てみます。ちょっと見てください。はい、ほら、そこが見えてきてるんですか。はい、見えてきましたね。ほら、はい、見える、もっと見えますから、はい、これだとまだちょっと緩いですね、パスタソース。はい、そうですね。はい、これで手越さん、これ15回くらい回すか。15、はい、じゃあ胡椒いきます。はい、5、6、13、14、15回。はい、で、胡椒はね、はい、辛みというよりも香りなんですよ。はい、ほら、もうほら、ソースになってしょ、はい、ほら、うわー、うまそう。この時点でもうソースって感じですよね、はい、あとはこちらの茹で上がりだから、必ずソースが先に出来上がっていて、はい、パスタは後から茹で上がるっていうのが一番いい。はい、ソ
ソースが出来上がってパスタの茹で上がりを待つ、はい、これが一番です。例えばここでお時間自分が何かちょっと手持ち無沙汰だなっていう時は、はい、例えばお皿を温める。そういう気遣いもあるんだ、うん、これしてあげると、はい、あのおもてなした時に、うん、やるなーって思われますよ。喜ばれますね、はい、あのビールのグラスキンキンに冷やすみたいなもんすもんね。そう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 。ほらほら、あ、もうほら、あー、いいっすね、くっついてるくっついてる、こういう感じですよ。すごいくっついてる。で、この辺でちょっと味を見て、うん、ね、まだ硬いのよ、はい、ちょっと触ったら分かります、硬いなってのは。あ、硬いですね、はい、まだあと1分くらいで、うん、やっぱ塩入れると美味しいですね。いい感じです。こっち見てください。いいね、グツグツしてきた。でここまでこれあのトマトジュースのスープがこれで、はい、あの飛んだんですよ、はい、でソースになりました。ほら、ほんと、もうソースになってきたわ。でここでもう火を止める。あ、こんぐらいまでいったら止めちゃっていいんですね。火を止めちゃいます、はい、あのスパゲティは炒めない、うーん、和える。なるほど、パスタは和え物です。はい、パスタは和え物。葉っぱ、まあ、うまくちょっと探せたら、なるほど、自分で取り出しておきましょう。はい、もう香り付けができてるってことなんですね。はい、豊さん、葉っぱ覚えてます？次、この取り出しするとき買います？葉っぱの名前？はい、トロナール。いいですね、なんかこんな風にね、ほら、まあ、そろそろどうですか。うわー、すごい。こんな風に入れますよ。はい、もうこれ火つけなくていいですから、はい、ああ、そうなんですね。こうちょっと混ぜてください、はいはい、でここでね、はい、パルミジャーノ、パルミジャーノ、パルメザンチーズ、はい、結構入りますよ、ほら、はい、バター、うん、普通のバターですか？これもうお好きなバター、有塩でも無塩でも何でも結構です。いやー、もうマジでうまそうなんだけど。そうでしょ。何うまそう。ここでこうやってね、縦に持ってきたんです。こうやって縦、はい、で縦に下ろす、これ、はい、縦に持ち上げて、はい、縦に下ろす、縦に持ち上げて、うん、縦に下ろす、縦に下ろす、ちょっと手ねじって、あ、いいじゃないの、バッチリバッチリ。盛り付けめちゃめちゃ大事な要素ですもんね。大事ですね。縦に上げて、縦に下ろしてねじる、うん、はい、なかなかいいですよ、はい、でシャバシャバしてないでしょ、はい、あのスパゲティのソースはこれね、周りに水分が出ちゃあんまり良くないんですよ。なるほど。うわ、まあそうだな。はい、うまい。はい、完成。ちょっといいですか。はい、おしゃれに、ちょっとおしゃれ、何ですかそれ。おしゃれコーデ、はい、これパルメザンチーズ、はい、パルメザン、それで、うわー、マジか、はい、わー、香りも最高だし、もう見た目も最高。これで本当原価300円しないぐらいですか。そうです、300円ちょいですね。ですよね、はい、ボナペティと、はい、いただきます。いただきます。うめぇ。うめぇ、めっちゃうめぇ。うまいっすよね。なにこれ、ほんとうまいね。これ家庭で出したらみんなめちゃくちゃ喜びますよ。そうそうそう、子供から大人まで、なんならその本当舌の肥えた方まで食べたいでしょ。マジうまいからね。スーパーであの手に入る食材で、はい、面倒くさくなくて、はい、美味しくできる、はい、これ、ま、負けちゃうね、下手すとうち。いや、それは。いや、これはもう明日の日本の家庭半分ぐらいもうイタリアン食うんじゃないかこれ。いや、でも本当に、ね、あの実際に落合シェフが作られるラベットラは もちろんもっと手の込んだ素晴らしい、もうボロネーズだけじゃなくて、しかもメニュー多いですもんね、ベットラ。めっちゃ、はい、でね、本当にこれあベットラの営業してるわけじゃないのよ、安いよ。してください。ありえないぐらい安いよ。夜4500円です。そんでありえない税別で、はい、そんで前菜とパスタとメインディッシュ好きに選べる。おかしくない？パスタ食った後肉とか魚も食えんだよ、4500円。夜よ、ディナーよ。僕の大事な友人とか、それこそ母親とか連れてったけど、絶対喜ぶ。まあ、ただ予約が取れないからね。予約取れますんで、ぜひよろしくお願いします。いや、でもこれをご家庭で、さっき何回も言ったけど、あの段取りで、うん、で、この味のクオリティが食べれたら、うん、これたまらんよ。今回、この動画も僕も多分見返しますし、レシピと作り方と、まあ、その強火のタイミング、はい、一回弱くするタイミングとかっていうのも、まあ、僕も見返したら多分翌日使えると思うんですよ、テクニックとしても、はい、なんで、僕ちょっとこれ
このレシピ、今日教えていただいたレシピを誰かに振る舞います。いいですね、商売スパゲッテリーやテゴシってどのご家庭でもできてどこでも買えるっていう、はい、最高の美味しいボロネーゼを教えてくださいっていう無理なお願いに応えてください。本当ありがとうございました。ありがとうございます。本当にもう、こちらこそ。もうめちゃくちゃみんなやることになります、この動画。ありがとうございます。また呼んでください。はい。今後ちょっと僕、料理男子、料理できるようになっていきたいので、またちょっとお願いしていいですか？もう全然。もう、またお願いしますよ。もうここで今、回ってる時にお願いしたら、また出ていただけるかな。いいですか？嬉しい。嬉しい。いや、ちょっとまた、近々料理動画も、お茶屋シェフと一緒にあげたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。この動画良かったよっていう人は、チャンネル登録して、高評価、ぜひ皆さんよろしくお願いします。というわけで、今日はですね、落合シェフに誰でもすぐご家庭で作れるボロネーゼを、レシピ紹介していただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。というわけで、せーの、バイバーイ。